キュートのキューロほどキュートは2005年から2017年まで活動した日本の女性アイドルグループ。ハロー。プロジェクトに属していた。事務所はアップフロントプロモーション。2005年結成、2017年に解散。ハロー。プロジェクトキッズのうちのベリーズ工房のメンバーを除く7人により、2005年6月11日に結成された。その後、 翌2006年1月2日に、ハロプロエッグから有原カンが加入して8人になったが、同年10月31日に村上愛が脱退し、さらに2009年7月9日に有原が脱退、同年10月25日に梅田エリカが卒業したので、解散するまでは5人の活動となった。当初はリーダーが存在するかどうかは公表されていなかったが、 2006年1月2日に行われたハロー。プロジェクトのコンサートにおいて、他のグループのリーダーと共に、矢島真美が司会として出演し、矢島がキュートのリーダーであることが明らかになった。なお、有原の加入の発表はこの時の司会による。2004年1月に結成されたベリーズ工房は、結成当初、発表されたメンバーはあくまでスターティングメンバーであり、 学校行事などのために一時的にメンバーをキッズ内で入れ替えていくと予告されていた。しかし、実際には入れ替えは一度も行われずにスターティングメンバーのままで、結成1年半後にソロコンサートツアーを行うまでになっており、入れ替え制度はすでに有名無実化していた。また、同ユニット以前に結成されたキッズ参加ユニットのジックスとアーは共にメンバーに ベリーズ工房の参加者を含んでいたため、活動休止を余儀なくされていた。こうした状況の中で、ベリーズ工房でないハロー、プロジェクトキッズの7人は、グループ名を持たないまま、2004年夏のハロー、プロジェクトのコンサートや、HP オールスターズなどに出演していたが、ベリーズ工房メンバーとそれ以外のキッズたちとの、活動状況には、無視できない大きな差が生じてきていた。 また期間限定ユニットの参加において、ベリーズ工房に参加しているメンバーは、ベリーズ工房として表記し、参加していないメンバーについては、ハロー。プロジェクトキッズと表記していたが、ベリーズ工房に参加しているメンバーも、厳密には、ハロー。プロジェクトキッズに残っているため、ヒベリキッズなど、ベリーズ工房と分けるために名前を付ける者も,もいた。この当時について、 メンバー全員が悔しかったと心情を吐露している。このようにグループに属さないハロー、プロジェクトキッズの7人のメンバーとして扱うのにも限界が生じたため格差を解消し、コンサートイベント出演やグッズ販売などの活発化を図るべく7人を一つのグループとして独立させる構想が生まれた。そして2005年6月11日から開催された。 安倍夏美のソロコンサート、地球温暖化防止キャンペーン、熱地域球を冷ますんだ。安倍夏美かとトークのふれあいコンサートへ、ベリーズ工房以外のキッズ7人がゲストとして出演することになり、これに合わせて、ツンクによってキュートと命名された。この2005年6月11日がキュートの結成日である。同年下半期にはハロー。プロジェクトメンバーのライブにサプライズで登場し、 前座ではあったが曲を披露した。基本的に南関東地区でのライブに参加していた。キュートの最初の4枚の CD はインディーズレーベルからリリースされ、グループ結成から桜チラリでメジャー CD デビューするまでに約1年8 1ヶ月を要した。キュートがリリースした作品について詳しくは、キュートの作品、出演一覧参照。有原の加入前にファンクラブにおいて、 公式ニックネームが募集され、2005年11月27日のファンクラブ会員限定イベント急登園企画第2弾で発表された。しかし、コンサート等の自己紹介で使われているニックネームは違うものになっているメンバーも多い。さらに、公式ニックネームや自己紹介用のニックネームがファンの間で定着しないケースもある。なお表中のカリスマニックネームとは、 ハローキッズの中のコーナー、カリスマアイドルや、ぐっちゃんの中で、矢口まりがハロー。プロジェクトキッズの全メンバーにつけた呼び名である。梅さん、メーグルといった特徴的な呼び名はここからそのまま受け継がれていることがわかる。節を設けているものは、詳細はその節を参照。キュートのメンバーが他のハロー。プロジェクトのメンバーと活動したものやグループのアルバム。 党に参加した者シャッフルユニット、ありがとうございます。